がある。どうしたの？ちょっとまずいことになって、キャンプに来てくれる？困ってるんだ。どうして私に連絡を？仲間のとこに戻ったんでしょ？それは確かにそうだけど、その様子だとあんたは来たくないってこと。すぐ行く。ああ、よかった、ありがとう。何があったの？話を聞かせて。まあ、それはこっちについてから。当ててあげる。ソウルでしょ。お見通しか。うん、じゃあ後で。30分おきに巡回して俺まで報告しろ。俺たちはバイオテクニカを待って。来たね。なぜそいつがいる？ミリテクのコンボイに近づくのを禁じられて仲間を呼んだってわけか。俺に隠れてやろうって魂胆だな。ねえ、隠れてやるのにわざわざあんたのいるとこにビーを呼ぶって。パナムがやることを禁じたってのは聞き間違い？そんなの無駄でしょ。パナムを制御するなんて無理。クランに残りたくないのならそれでも構わん。冗談じゃねえぞソウル。あのバシリスクが通るのを手をこまねいて見逃すつもりか？そうだ。こんな機会は滅多に。機会？先に受けた仕事を放り出す機会か。随分そっけない返事ね。もっと話し合ってみたら。いや、もう話すことなどない。あと1時間でバイオテクニカの連中が来る。今はおとなしくしていろ。ソウルの野郎、信じられねえぜ。企業にいいとこ見せよってのか？バイオテクニカの取引はなしになったのかと。ソウルがまだやる気でな。アルデカルドスが約束を守るのを証明したいんだと。畑の警備だよ。そんなの私たちがやる仕事？これからも喜んで企業にこき使われますって証明してるようなもんじゃない。そのバシリスクってのは？ミリテクの装甲輸送艇。2060年代のジャンク品。連中はそれをまだ需要のある発展途上国に払い下げようとしてんの。そいつがすぐそばの101号線を通るんだ。見逃す手はねえ。パナム、あんたの計画ね。鋭いね。でなきゃソウルはあそこまで怒らない。確かに、もし自分がこの計画を思いついてたならきっと素晴らしい作戦だってまくし立ててただろうよ。いや、そこまで小さいやつじゃない。ただ臆病なんだ。チャンスが転がり込むのを待つ方がみんなのためだと思ってる。ソウルの機嫌よりも重要ってわけね。そうよ。無事手に入れば何もかも元通りになる。俺たちは崩壊寸前だ。ここでバイオテクニカの言いなりになったらいよいよ誰にも相手にされなくなる。つまり私を呼んだのはこの計画をソウルに隠れて実行するためってわけね。キャシディ、テッド、キャロル、ボブもこっち側。ソウルはどうしてバシリスクの件に反対なの？ミリテクに目をつけられるんじゃないかって。バイオテクニカ程度の企業なら媚び売っときゃ安全だと思ってんだ。冗談じゃねえぜ。で、どうするつもり？俺たちが一番得意な仕事に戻りゃいいんだ。運送業さ。密輸でしょ？そうとも言う。
ソウルとは仲直りしたかと思ったのに。私も命の危機じゃないと仲良くできないみたい。そう、あんたはソウルの命を救った。なのにまた揉めたいっていうの？助けてやったのに私の意見をことごとく無視するからだ。また振り出しに戻ったってわけ。どうやって奪うのか聞かせて。助けてくれるんだ。まだ手伝うとは言ってない。じゃあみんなと話そう。一緒に来るのはベテラン4人だけ？他のメンバーは？話してすらいないよ。ソウルに漏らす奴が出てくるかもしれねえしな。若い連中はバシリスクを奪うことの意味を理解できないだろうし。かなりリスキーな話ね。そう見えて実は死ぬほど簡単な仕事さ。コンボイにはほとんど警備がついてない。おまけに俺たちは世界平和に貢献することにもなるんだぞ。こんなバケモンをどっかの途上国の紛争に持ち込むのは間違ってる。このアメリカで俺らが立派に役立ててやる。なんていうか言葉にできないくらい。いやいや絶対にお前も体験してみるべきだ。とにかくおすすめだからさ。またソウルを説得しようとしたのか。ダメだったろ。ええ、じゃあみんな聞いて。ミリテクは分解したバシリスクをトラック2台に分けて運ぼうとしてる。おいお前声が震えてないか。うるさい。鍵となるのは101号線の踏切だ。そこで背後から襲い離脱する。質問のある人は？うん、上出来だ。みんなパナマみたいにソウルに不満を持ってるってわけ？何年か前は企業の仕事なんて誰も見向きもしなかった。いい装備でいい仕事をするってのが俺たちの生き方だったからな。ソウルはここんとこそんなことすらわからなくなってるんだよ。いろいろと都合が良すぎない？まるでお膳立てされてるみたい。今まさに必要としてるテックがちょうど目の前に転がり込んでくるなんて。確かにソウルも怪しいって言ってた。コンボイの情報はどこから？キャロルがミリテクの通信をハックしたの。納得？無茶よ。悪いけどこんな計画には関われない。じゃあ結構。もし気が変わったら。やめなよミッチ、自分には関係ないってさ。くそ。確かに声が震えてたと思うんだが。そんなことない。強がんなって。でも汗でびっしょりだったんだろ。うるさい。本当に痕跡は残してないんだろうな。ミリテクに気づかれたらまずいぞ。ボブ、私を侮辱してるの？違うって。今のは忘れてくれ。
わ。ラララローラン。聞こえてるから叫ばないで。どうしたの？ひょっとしたら大会をやるんだ。あれだよ、射撃場でな。商品とか用意してよ。ああ、なるほどね。そうだ、参加するか。ええ、いつ？なら今からだ。待ってるぜ。こっちよ。結局来たんだ。準備はいいね。ミリテクのコンボイはナイトシティから基地まで行き、買い手と会うことになってる。途中にある踏切で襲うんだ。俺たちはってとこいつで道を塞ぐだけでいい。 B、 質問は？どうやってこれを動かすつもり？キャロルがハックするから大丈夫。制御塔に侵入して擬似的な移動命令を出す必要がある。塔も使われてなさそうよ。俺たちが何とかする。お前とパナムはアクセスコードを探してくれ。よし、取り掛かろう。で何してるの？嵐の前に心を沈めようと思ってな。テディは特に何もしてないが。もし失敗したら責任はパナマが取ることになるのよ。そんなこと俺たちがさせるわけない。ソウルが俺たちを無視してパナマに全責任を負わせるって。テッド、こいつは面白いな。パナマのことを俺たち家族より気にかけてるつもりらしい。パナマを利用してソウルを失脚させるつもり？いいか、ビー。いいリーダーには何が必要だと思う？古臭い格言じゃないのは確かね。逆境を乗り越え、クラン内の揉め事を解決して自分の立場を脅かそうとする動きを封じる力だ。つまり、パナマをわざと先人の谷に突き落としてるってわけ。いいリーダーに育て上げるために。パナム？ソウルの話をしてるんだ。パナムはクソ面倒なやつだが、ちょうどいいことにソウルを成長させるのにうってつけなのさ。お疲れ様。何か手伝いに来たの？いや、話に来ただけ。どうしてここに来たのかわからないのね。ご明察。
よくわかったね。あの子、キャンプに戻ってミッチたちをたぶらかしてうまいこと味方につけたのに、それでもなおあんたを呼ぶなんて面白いじゃない。手伝おうか。手伝ってくれるより他の入り口を探してみてよ。これがうまくいってもソウルは切れるだろうな。奴の顔が思い浮かぶぜ。最初に会った時とはえらい違いね。ソウルを出し抜くなんて考えたことすらなかったでしょ。いや、だがパナムを見捨てたりもしなかった。今じゃ彼に歯向かってすらいる。どういう心境の変化？パナムが正しいと気づいたんだ。こっちの調子はどう？最高だ。全部繋いだのに何も動かない。動きはするが不安定なんだ。 V、スキャンできるか？また全部分解するなんて、まっぴらごめんだからな。右から3つ目のコンデンサーが壊れてる。ほんとだ。よし、交換してみる。もう一回試してみよう。あ、動くぞ。ありがとうな、フィは。やっとドアを開けられたのに。今からそっちに行く。電車が好きだったの。たくさん線路が集まる駅もね。ジャンクションね。そうそう、それを上から見るとさ、自分がどこにでも行けそうな気がして自由を感じるとか。よし、着いた。キャロル、何を探すの？マークカード。何のカード？くれる？もちろん。ここにはない。昔の制御盤みたい。先にカードを探して。へえ、
あった。よし。キャロル、カードあったけど、どうすんの？それを読み取り機に入れて。ほら、V、カードを読み取り機に入れて。さて、どうなるか。うまくいった。おもちゃみたいだな。B、話したいことがある。話って何？自分から頼んでおいて聞くのは変かもしれないけど、なぜ来てくれたの？ただではやらないよ。もう一丁よこせっての。気に障った？別に。私戻ったばかりなのに、もうナイトシティの常識を忘れてた。どんなことにだって裏があるってことをね。よし、みんなと合流しよう。コンボイの位置は監視してるの？うん、キャロルが通信チャンネルをモニターしてる。全て計画通り、今のところは。アナム、一度座って深呼吸でもしたらどうだ？全て予定通りだよ。コンボイはもうこっちに向かってる。くれるまでまだ時間があるね。そうだ、せっかくだし車の点検をしとこうかな。今夜は星がよく見える。あと数時間で夜明けってとこか。何をビクビクしてんの。ソウルに盾つくのはあんたが初めてじゃないよ。励ましてくれなくて結構だよ。それって誰？スコーピオンだ。あいつは戦争から帰ってきた時、新しいアイディアやら友達やらを山ほど抱えてた。でスネーク族に加わろうって言い出したんだ。それが俺たちの生きる道だって。初めて聞く話ね。ソウルはどうしたの？クランを何だと思ってるって怒鳴りつけてたな。1年間どんな仕事も任せなかった。いい励みになったよ、ありがとう。励ましはいらないんじゃなかった？スコーピオンに乾杯しよう。
スコーピオンに。戦争の話はしないのね。話すことがねえからな。メキシコでパンツァーに詰め込まれて、ただ前線に送り込まれただけだ。あとは何週間も独り言を言うか、社内の AI と話す毎日だ。ガイガーカウンターがピーピーうるさいからひたすら要素剤を飲むんだよ。あのクソ熱い動く棺桶に座ってるのを思い出しただけでケツに湿疹が出そう。へえ、それなのにバシリスクに乗るのは待ちきれないってわけ。そいつは別だ。全く別物よ。乗ればわかる。眠っとこうかな。そうした方がいい。コンボイが来るまでまだあるから。まだ怒ってる？え？なわけないでしょ。少し眠ったら。私は少し横になる。あんたの隣で星を眺めながらね。ハナムにそんな趣味があったなんて。ひょっとして本棚に天体図でも置いてるの？もちろん。あれが北斗七星。その隣にある小さな星は見える？あれ嘘、市長星が頭上に輝いたらなんて。おやすみ。準備はいい？行こう、B。速度を上げて。電柱、思ってたより速いね。このままだと追いつけるかわからない。車両の一つを切り離せば加速する。 B、 時間がない。連結器を破壊して。Oh, okay.
て。うまくいくとはな。当たり前でしょ。計画通りだ。B、どうだ、楽しかったか。もちろん。あのガラクタの組み立て役に選ばれなくてよかったな。ミッチとテディはここからが本当のお楽しみだ。俺から話そうか。大丈夫、自分で話すから。クソ、パナム。これはどういうことだ。見ての通り、バシリスクよ。ここにあるのはミリテクのロゴがついたトラック2台だ。どれだけ目立つか想像つかないのか。これ以上問題を増やしてどうする。ラフェンにいつ何時襲われるかって時にミリテクの心配までしないといけないんだぞ。うるさい。なんだっての。もういい加減にして。一生企業にこき使われたいならどうぞ勝手にすればいい。それならバシリスクは置いていく。それを見て昔を思い出すんだね。むしろ誰かに襲われたらこいつで反撃するくらいの気概は見せてよね。バイオテクニカの件が片付いたらクラン全体で会議だ。お前の処遇についてな。それまで俺の目につく場所にトラックを置くんじゃない。でバシリスクは組み立てていいの。好きにしろ、俺のいないところでな。ボブとミッチは後ろのトラックをお願い。積み荷を下ろして。ああ、だが下ろしてどうすんだ。俺にいい考えがある。すんごい肺活量ね。ありがとう。あれほど叫んだのは子供の時以来だと思う。今でも全然出てた。大丈夫？問題ない。列車強盗はすっごく面白かったし。必要な時はいつでも連絡して。 B、 もちろん連絡する。だからちゃんと出てよね。待ってるよ。それじゃ。